大谷翔平、今や米国の翔平だ、圧巻三連発の二刀流の怪物に、米氏も虜。三連発の大谷は、米メディアのハートもがっちり、日本の大谷は、今や米国の翔平。米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平投手が、6日、日本時間7日。 本拠地アスレチックス戦に8番 DH で先発すると2回の第1打席で中堅左へ豪快な3号ソロを放ったこれで3試合連続本塁打チームもこの一発を口火に6点のビハインドを跳ね返し13の9で大逆転勝ち連日の活躍ぶりに米メディアは 今や米国の小兵大谷だと絶賛。ファンのみならず、メディアの心もがっちりつかんでいる。0が6で迎えた2回の第1打席だった。日走者なしの場面。大谷は相手先発5セットの外角低め94マイル151キロのツーシームを完璧に捉えた。打球は軽々と。 中堅のフェンスを越えた。3試合連続の本塁打は飛距離137メートルの特大の一発。快音を連発する背番号17に本拠地ファンは割れんばかりのスタンディングオベーションを送った。この連日の活躍で米メディアのハートをがっちりつかんだ。米地元紙ロサンゼルスタイムズは日本の将兵大谷は 今やアメリカの将兵大谷だと見出しをつけて報じている。チームの秘密兵器であるセンセーショナルな二刀流は、3試合連続のホームランによって、歴史的な特権として、彼自身を、確固たる存在として正式に形成し始めている。オープン戦では、不審で二刀流に懐疑的な見方もあったが、自らが結果を残し続けることで、 その存在はチームに欠かせないものになったと紹介。さらに本拠地デビュー戦から3試合で3連続のホームランを打ったエンゼルスのルーキーは過去にいないことも伝えている。日本時間9日に2度目の先発予定、指揮官は我々は彼が投球できるように準備を整えなければならない。大谷には 打者以外の役割もある。週に一度、投手としてマウンドに上がることが求められる。記事では、それゆえに打者としてフル出場することは、投手としての役割に影響を及ぼすとしている。起用法について、マイク・ソーシア監督はこうコメントしている。彼は、投手を務めなければならないときがある。だから、我々は、がある。 彼がピッチングできるように準備を整えなければならない。次戦は8日、日本時間9日に、今度は先発投手としてマウンドに上がる予定。打者として、これだけの素質を見せられると、常時先発のラインナップに加えたくなるところだが、ただ、大谷が前人未踏の二刀流で、長いシーズンを戦うためには、チームが、 きっちりとルールを作り、それを守ることが必要とされる。起用法に関しては、今後も取り沙汰されることになりそうだが、日米のファン、そして、メディアは、1日でも、多く、その姿を見たいのは間違いない。沈黙の14秒が物語る大谷翔平の衝撃3戦連続弾に、実況は二の句が告げず。 メジャー通算132勝投手も驚嘆、現実離れしている。エンゼルスの大谷翔平投手が、6日、日本時間7日、本拠地アスレチックス戦で3試合連続ホームランとなる今季3号を放ち、歴史に名を刻んだ。8番 DH で先発出場したこの日、6点ビハインドの2回、第1打席に。 反撃ののろしとなるソロ弾を中堅スタンド深くに向けて発射。1シーズンに先発投手として勝利参戦連続アーチの偉業を達成したのは1930年のベイブ・ルース以来初の快挙となった。大谷の一発で勢いづいたチームは13の9で逆転勝利。この一戦を中継した地元テレビ局の実況は、 目の前で起きた事実に唖然としたまま、14秒の沈黙のあと、冗談でしょと続けるしかなかった。序盤に大量6点を失ったエンゼルス。早くも試合の体勢は決まったかに思えたが、日本からやってきた二刀流が流れを変えた。0の6で迎えた2回に失走者なし。 形成不利な状況で打席に立った大谷は、相手先発後セットがカウント1の位置から投じた3球目94マイル約151キロのツーシームを捉えた。乾いた音を響かせながら、まっすぐセンター方向へ飛び出した打球は、中継スタンドにある岩山に着弾。449フィート約137メートルの巨大アーチとなった。 大谷が初先発、初勝利を挙げた試合で投げ勝った相手が5セット。不思議な円でつながった右腕のツーシームを強振した瞬間、試合を中継した地元テレビ局、FOX スポーツウエストで実況を務めるビクター・アロハス氏は、この打球はセンターへ。大谷さんがまたやってのけた。と絶叫。その直後、あまりの出来事に、二の句が告げず。 14秒の沈黙の後で解説を務めるメジャー通算132勝投手のマーク・グビザ氏は、ダイヤモンドを回った大谷がホームインする頃、ようやく冗談でしょ現実離れしている。翔平大谷。と、驚嘆の声を上げた。メジャー14年で、救援2度。 ワールドシリーズ優勝一度を味わった右腕ですが沈黙せざるを終えなかった事実に大谷が米球界に与えた衝撃の大きさが凝縮されているいいいかかがでしししたたよろしければチャンネル登録をお願いいたします。新しいお話を追加していきますのでぜひまたいらしてくださいね。